やべえ、久々すぎてもうパートも忘れてしまいましたよ。ていうかもう収録の仕方も忘れてましたよ。さて、ですね、長い間お待たせしておりましたが、何をしていたかというと、装備を集めておりまして、上位のね、防具を大量に集めてました。こっからだね、プケプケの防具から全部集めてまして、これですね、プケプケ、ドスジャグラス、ボルボロス、クルルヤック、ゾラマグダラオス、アンジャナフ、ジュラトドス、トビカガチ、リオレイヤ、ラドバルキン、ドスギリオスという感じで、全部アルファの方ですね、ベータではなくってアルファの方で集めておりまして、このぐらい時間がかかってしまったということで、約1ヶ月間皆さんをお待たせしておりましたが、やっとこそ今回収録ができるということで、今回はこちらゾラマグダラオスの防具でやっていきます。よろしくお願いします。で、何やってんだっけこれは。生態研究所の所長と話さなきゃいけないらしいので、あー思い出した、レイヤーだ、レイヤーの亜種と戦いに行かなきゃいけないんだな。忘れてましたよもうそんなのね。じゃあとりあえず流通エリアに戻って、モンハンをずっとやってはいたんですが、収録がね久々だったんで感覚がね抜けてる部分もあると思いますが、そこは何卒よろしくお願いします。来た、これだね。もうね、痕跡を集めすぎてね、相当オーバーしてたんでね。お、どやどやおう、来たな、待っとったよ。強靭なモンスターの調査、順調やな。不思議な痕跡集め、こっちも順調や。それで、頼みなんやけどな。さっき、大有塚の荒れ地で、強靭なアンジャナフが発見されてな。君ら調査班に、このアンジャナフの調査をお願いしたいんや。アンジャナフの、調査は基本。ほう、はい、なるほどね。頼むで。へい。あの暴れん坊がさらなる暴れん坊に、早く調査に行きましょう。すごいね、しばらくねこの人に話しかけていなかったんで、一気に図鑑が更新されましたが、さて、じゃあ暴れん坊さらに暴れるだって。アンジャナフをぶっ飛ばしに行きゃいいんだろうけど、そこで多分レイヤーの亜種が出てくるんでしょうね。レイヤーの亜種か、どうもね苦手だし、フォーだっけな、確かね鬼門になってたんですよね。フォーのね、集会所のクエストでレイヤーの亜種、桜レイヤーですけど出てきて、でだいぶねフルボッコにされた記憶があるんですよね。はいはい、相棒、研究班よりハンターたちにアンジャナフ調査の依頼です。いいですね、強靭なモンスター調査と不思議な痕跡集め、どちらも順調ですね。おー、さらに強靭か。え、じゃあ受けますよ。任務これか、暴れん坊さらに暴れるアンジャナフ。大割塚のアンジャナフってどこにいんの、わかんねえや。よし、じゃあ行きますか。アンジャナフか、なんかそのままストレートにレイヤーで来ると思ってたんだけど、まあ、これだけあれば十分かな。うん、あでもレイヤーか、ちょっと待ってね、レイヤーだったらあるとは思うんですが、閃光玉持ってこ。よし、オッケー、オッケー、終了。まああっさりっていうわけではございませんが、とりあえずね、まあいいでしょう。てっきりね、ここでレイヤーの足が出てくると思っていたんですが、普通に狩猟しちゃいましたね、アンジャナフを。何のための収録だったんだかよく分かりませんが、まあ、とりあえずはいいだろう。怪我はないか。うん、ないけど。おお、戻ったか。無事やってんな。本当によかった。アンジャナフの調査、ようやってくれたな。はいはい。不思議な痕跡の分析。もう終わったで。もう終わったで。うん、あで結局ね全部集めたから、はい。おお、君いいところに。たった今話してたばっかですけどね。今不思議な痕跡の分析が進んだところなんや。結果その痕跡の主が今まさに陸サンゴの大地にいるのを突き止めてな。おう、総司令から正式な調査任務としてすぐに告知があるはずやから、頑張り時やで。頑張るんやで。じゃあ総司令のおじいちゃんと話さなきゃいけないんだな。いい夕日ですな。ね、はい、どうも。こちらに。お、君か、ちょうどいい。たった今生態研究所から
例の痕跡のお主が陸サンゴの大地にいることを突き止めたと報告があった。ハンターたちは準備ができ次第クエストを受注し、奴の正体を確かめるべく調査に向かえる。さて、あの地にいるのが 何なのか、鬼が出るか蛇が出るか。ふん、自ら向かわずにはいられないな。それが調査団というものだ。おお、不思議の国の女王。クエストを受注してください。はいはい、例の痕跡の主は目の前ですよ。分かっとればいい。じゃあちょっとね、準備してきますわ。別にビってなんか嫌せんぜ。来ましたぜ。そうなんです、不思議な痕跡の主が今まさに陸サンゴの大地にいるのだと。よし、そうと決まれば話が早い。私クエスト用意しました。ありがとうございます。さあ、じゃあ受けようぜ。来ました、不思議の国の女王。あー、まだ分かんないんだこれ、正体がね。じゃあ受けましょう、受けましょう。さあ、桜レイヤーか。お、なんだなんだ。お、なんか実がなってるよ、いっぱい。バナナかな。お、なんだなんだ。お、なんかかまども大きくなってる。お、肉肉焼いてる、でかっ。で、いただきますと。うん、いつもね、気まぐれしか食わないんであれですけど。よし、えい、ということで、そんな食ってる間に準備もできたんで、いきますか。爆弾とかとりあえずはいらねえか。まあ桜レイヤーだしね、ゾラマグダラオスの防具つけてるし大丈夫でしょう。行きましょう。普通に受付所も乗れるんだね、翼竜に。また落ちるよ。おお、2つ飛んできた。きたー、おー、クーちゃん。またクーちゃんが犠牲になってしまった。あ、おお、ナイス、スリンガー。便利すぎるだろスリンガー。クーちゃんどこ行ったわけ。ちょっとうちの愛病がどっか行ったんだけど。よっしゃ、おい、クーちゃんクーちゃん、はい、大丈夫ですよ。確かにね、このワールドの世界ではアシュって結構レアなんですよね。おー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 、いいね、ピンクレイヤー。あんまりピンクっていう感じはしませんか。何気に尻尾が硬かったな今。やべえな、尻尾切れねえぞ。青色で、これまた、いやーいやー先っぽ切りますか。勝った、よいしょ、くそ、勝った、よいしょ、乗ったるぜ、よいしょ、乗れないぜ、尻尾も切れねえし、先っちょ狙いたいんですけどね。よいしょ、いててて、ちゃっちゃちゃちゃんと、ほんやーほんやーほんやー、ちょっと待ってね、あれどこ行った、あったスリンガー。おお、怖い怖い怖い、びっくりさせんな。ちょっとちょっとちょっと、2、3の顔面いただきます。あれサマスすげーしてくんなこいつ。あ、あ、押してきた、オッケー。おお、あいやー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 、うお、なんだ、なに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 、なんかいる、なんかいる、なになになに、ん、なになに、うおーレイギアな、ちょっと待てちょっと待てちょっと待て、お前の相手してる場合じゃない。だっ、もう炎に氷に、めんどくせえな。
しかも毒やられてんだけど、ちょっとここは一旦ね退避しましょう。いや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 、もう勝手にやってくださいよ。おお、こっち来んの、俺何もやってないだろ。あ、痛い、ちょっと待って、くそ、乗りたかった。おお、すげえな、なんだこの絵は。そして体力がない、通りやられがうざいな。よいしょ、ほら来たぜ、モンハンライダーズなんかアプリが出るよね。よいしょ、おお、やばい、これ霊気エナに落とされんじゃないか私。大丈夫、ミツナちゃん落ちないでよ。さあ行くぜ、基準4連切り。よいしょ、ほら、どこ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 、私どこ、勝てえな、やっぱり。よいしょ、ちょっとレイギアナが邪魔なんですが、よいしょ、そこはね気にせずいきましょう。レイギアナはシカトでいきます。よいしょ、ほら違う、ね、違う、レイギアナを攻撃したいんじゃない、ちょっと待って、私はレイヤーを攻撃したいんだ。あれ、どっか行った、移動だ、ちょっと待ってね、とりあえずレイギエナはシカトします。今戦いたいのはお前じゃない。どこ行った、いましたいました、飯の時間か。おお、出た、相変わらずの、よいしょ、攻撃の仕方ですが、基本的にはあれかな、攻撃の仕方はそこまで大きく変わってないのかな。あのね、尻尾をさ横にこうグワンってやってくるの怖いんだよね。あれでね、だいぶ昔フルボッコにされた記憶あるんですよね。23、あーあーあちゃ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 あ、痛い、やべ、突っ込んでもった。クーちゃんカモン、クーちゃんカモン、オッケー、あっつ、あっつ、熱い、ドラマグダラオスの防具って何気に不耐性結構あるんですけど、それをもってしても結構のダメージ入ったぞ今。あ、なんか来た、ツツヤック、なんか余計なのが来たぞ。ちょっとお前さんが来るとこじゃないぞここは。やべ、うん、あ、届かないか、硬いな、どこもかしこもこいつは。おお、ナイスなんだけど、ナイスなんだけど、私も目がくらんだ。よいしょ、そっか、鉄ヤックはそういや、そういうモンスターのか、できればねこいつが飛んでる時にやってほしかった。ナイス、クーちゃん、いいよ。そういやね、クーちゃん雷属性の攻撃だからレイヤーには結構効くかも。だいぶ弱ったてるとは思うんだけど、いててててて、ちょ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 、はい、回復いって、そろそろあれかな、閃光玉も使ってもいいかもしれんが、怒ってるからな。オッケー、いいよ、ナイス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 。まあ所詮はねレイヤーですよ、所詮はね、アシュとはいえだ。よいしょ、やっと入ったよ、もう。よいしょ、くそ、この時期は耳栓がねえからな。はい、お、自分の尻尾の上で自分の尻尾を守っている。よいしょ、来た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 、うーん、で、ここだ、オッケー、うまい、私うまい、はいはいはい、からの、あらあらだ、よいしょ、尻尾が硬いや、硬い女は切られるぜ、うい、痛い痛い、いやー、くーちゃん、オッケー、ナイスコンビネーション、さすがね私の相棒ですよ。もうなんか動くな、旦那にそっくりなんだよね動き方が。ほれほれ、どうした俺
俺俺あ、やべえな、尻尾とか翼ばっかりやってるから顔面壊してねえな。顔面ぶっ壊してえな。モンスターといえばね、女の顔をぶっ壊したいだなって言っちゃいけないんですが、うれえ。おお、怒った怒った。あ、だ、あー、来た来た、あぶねえ。今回の閃光玉意外とあれだな、判定が広くて結構ぬるいな。ガバガバというか、なんというか結構優しいですね。まあ、極端に背中とか向けてなければ当てるような仕様になってんのかな。あ、移動かな、さすがに移動か。 OK、 いた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 。おお、節約と戦っている、頑張れ。明らかにお前場違いだけどな、こんなとこにいるの邪魔なんだけど。邪魔だよもう。青ゲージで弾かれるって相当だなこいつ。もうタチにとってはね、尻尾が切れなきゃ意味ないんですが、もう尻尾が硬いのって嫌だね。ああ、弱った弱った。まあ所詮ねレイヤーなんでこんなもんですよ。おいしょ、ほら、ちょ待てよ。ちょ待てや、逃げた、くそ。あ、ここで寝てるんだ。へえ、そんなキャンプの目の前で。おお、いい寝顔だぜ。どこ攻撃しようかな。翼、こっち壊れてる。おい。おい。すげえ驚いてたな、今。すごいな。ピクッて。さて、もうね、あとはもう、片付けるだけです、こいつを。お任せあれ。まあ。よいしょ、最初だからかそんなに強さは感じられませんが、正直そこまで攻撃の仕方もやっぱり変わってないから戦いやすいですね。いた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 、あの鬼門だった頃が懐かしいですな。おお、よいしょ、あ、痛いって言ってると殺される殺される殺される。見事なフラグ回収でしたな。くっそ、余裕だと思ってねえ調子乗ってたら見事にやられたな。食事できるかな、食事は。あ、できるね。そう、今回いいよね、キャンプでさ食事ができるから。うん、オッケー。さて調子に乗らないことですね。はい、一応ね支給品を取っておきましょう。で、このキャンプのすぐね右手にいたんですよね今。ここここ。で、ん？あれ？いない？どこ行った？ん？ん？およ？こっち？あ、いた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 。ちょ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 、降りてきてください。降りてきてください。はい、終了。なんであと一撃だったのかよ。はい、お疲れ様でした。主が早く総司令に報告しましょう。くそ、無駄に一応落としてしまったじゃねえかよ。くそ、よし、これで桜レイヤーですね、素材が集められます。やったぜ。クリア。素材はまあまあまあ微妙ですわな。一応つしたしね。 OK、 これでやっとね物語が進みますよ。やっとですよ、やったやった。 OKOK、 おお、なんかめっちゃめっちゃ増えたよ。おお、捕まえた記憶はないけどここまで運ばれてるよ。岡サンゴの大地で亜種が見つかるとはな。あ、岡サンゴだっけ、陸サンゴじゃなかった。亜種の条件なんてそう簡単には揃わない。学者先生たちも言ってたよ。それにしても素晴らしい状態の亜種だ。え、だいぶボコボコにしたけど。素晴らしい状態って
尻尾も切ったし翼も壊したし顔面も壊したよ。よほど栄養豊富な地で育ったのだろう。そこなら心当たりがあるな。お大団長来た。アップデートで追加された大団長だ。見てたぞ。よくやったな。見ていたなら手伝ってくれてもよかっただろう。なーに、信じていたからな。すごい、ラージャンも随分リアルになりましたね。それよりまるで人間のようです。なんだ、おお、綺麗。クーちゃんかわいい。宝石？何？これをどこで？あのでかい古竜を迎撃した場所からさらに奥地があった。そこにゴロゴロしてたぞ。なんてすごい。売って金にしましょう。強いエネルギーのようなものを感じますね。やっぱりな。こいつは一連の事象に関係ありそうな予感がするな。今からそれを調査に行くぞ。誰か行きたい奴はいないか。いや、いいです。おい、一番生きのいいのは。いや、私はちょっとお腹の調子が。え？私？よーし、お前たち。あの回廊で待っているぞ。いや、ちょっとあの、ちょい。いや。頑張れ。頑張れよ。いや、一言だな、お前ら。なんだよ、おい。いや、まあ、確かにね、5機団の、探索で地脈回廊に行きましょうか。おう。遅刻厳禁だそうですし。ねえ。